どうも、あいちゅーです。さて、夏休みが明けて1ヶ月経ちましたが、皆さん調子はいかがでしょうか？特に受験生の方、その中でも夏休みね、ある程度頑張れたと思ってる方が、この時期に大きな壁に当たってる、ぶち当たってると思うんです。その壁何かっていうと、解けねえって、解けない問題がいっぱいあるっていう壁です。で、その壁、特に夏休み頑張ってさ、レベルアップしたはずなんだよ。で、してるんだよ。してるんだけど、したと思ってたのに、もういっぱいできないものに出会って、もう無理かも、みたいな壁にぶち当てるそこのあなた、ちょっとお待ちください。ということで、今回はね、そんな壁にぶち当たってる方に、私が受験期、特に大学受験の時は偏差値が20足らないね、そのチャレンジをしてた私が、すんごく大事にしてた一個の、この考え方、それだけを伝えただけ。ほんと、それ伝えただけなんだけど、前置き長くなっちゃったんだけど、それをね、今回伝えたいと思いますので、ぜひね、ちょっと休憩がてら動画見ていってください。で、その考え方が何かっていうと、できない。問題との出会いは、いい出会いなんです。俺もね、偏差値が全然足らないところのチャレンジだったから、問題集もさ、その大学とか、まあみんなだって高校の方もいると思うけど、その高校のレベルに合ったものをやるじゃん。だってちょっと難しいとこを目指してるのにさ、基礎ばっかやってもしょうがないじゃん。高いとこもやらなきゃいけないよね。で、それをやってってもさ、解けないんだよね。で、一応たまにやっていけたと思ったらまたできない。で、それをさ、頑張って解説で確認して、よしって思ったら次もできねえって。もうなんかさ、パンチを連打で食らってんだよね。ブワーンって食らって、あーって踏ん張ったらまたブワーンって食らう感じよ。ってなっていく。で、そうするとで心が疲れていくし、で、そもそもさ、みんな毎日頑張ってるから、また疲弊してるからさ、その中でそのダメージをいっぱい食らってしまうと、もう無理かもなって思いが出てくる気持ちはすげえわかる。でもさ、考えてほしいんだよ。もちろん問題集解いててさ、できる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 、よし、よし、よしってなるよね。それは嬉しい。嬉しいけど、ちょっと嫌な言い方するな。できる問題ずっとやっててもレベルは上がらんぞ。だってできるんだもん。ね、その問題を解いた後の前の自分も後の自分も同じできるだもん、まあ、そこで新しい発見はあることもあるよ。それ多少レベルは上がるかもしれないけど、やっぱり自分のレベルが上がるっていうのは、知らなかったことが知れた瞬間だったりとか、できなかったことができるようになった瞬間だからね。そこなんだって。みんなが歯食いしばってさ、歯食いしばって解説読んで、あーってできるようになった瞬間よ。そこがレベル上がってる、まあ、もっと言うと、解説読んでできるようになったって思ってもさ、翌日できないことも多々あるから、ちゃんと後で確認するんだぞ。反復する。そこで自分の力で、ヒントもなしで、ちゃんと解けた瞬間にレベルが上がってんのよ。そうやって考えていってほしい。だから、できない問題と出会って、つれよ。歯食いしばるし、ほんとつらいけど。でも、それを、こいつをできるようになった瞬間、自分はレベルが上がるんだ。俺は強くなってる。私は強くなってる。いや、それは間違いない。事実だから。だから、ぜひ、ぜひ今ね、いろんな問題集、多分夏にやった問題集よりもレベル高いものをやってる方も多いと思う。過去問を取り組んでね、いっぱいね、こう打ちひしがれてる方も多いと思う。でも、打ちひしがれた、その数だけ、自分が成長するチャンスになっているので、ぜひ、ぜひ踏ん張ってほしい。この10月さ、夏休みが来て1ヶ月で疲れてきてさ、ちょっとね、こうね、体力的にもメンタル的にもやられやすいんだよ。もういくらってなりやすい。で、そう、多くの方がなりやすい時期だからこそ、踏ん張って、でも戦うんだって前向いて、一問一問取り組んでいったら、周りがね、ちょっと足を止めがちな時だからこそ、差をつけられる。差を詰められる。そのチャンスだから、ぜひ頑張ってほしい。自分はこんなことをね、動画で話すことしかできないんだけども、ちょっと、なんだろう、熱意込めて、頑張って応援したいっていう気持ちでね、動画撮っていくので、ぜひ、またね、動画を見てくれたらと思います。まあ、自分もね、今は勉強じゃなくて仕事になっちゃうけど、やることたくさんあるんで、今日もね、この後もまた仕事頑張っていきますけども、自分は自分でやるべきことを頑張るんで、みんなもぜひね、お互い頑張っていきましょう。はい、ということで、今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回私のね、よく使ってる考え方を話させてもらったんですけど、みんなもさ、動画だったりとか、本だったりとか、あとサイトでもいいし、まあ、漫画とかもあるかもしれないんだけど、いろんな人のね、こう考え方に触れる瞬間ってあるじゃんか。こういう考え方いいなとかさ、最近私ちょっと SNS でさ、大谷翔平さんのなんかこう大事にしてるなんか考え方みたいなのが回ってきてさ、いいなって思うわけよ。で、みんなもね、まあ、もしこの動画でそう思ってくれたら嬉しいんだけど、そういういいなって思う考え方に出会う瞬間ってあると思うのね。でも、大事なのはそっからだよ。
いいなって思っても、それを自分で使ってみないことには何も変わらないからね。これいいなって思ったものってさ、その瞬間は熱量があるんだけど、やっぱり抜けてっちゃうんだよ。人は忘れるから、忘れる生き物だから。だから、まあ、あれもこれもって、まあ、3個も4個もなるとさ、ちょっとわーってなっちゃうから、1個とか2個大事なね、こういいなこの考え方って思ったら、常にできれば紙とかにメモしておいてほしい。あとはスマホ使ってる方は、まあちょっとね、一時期ちょっと1週間とかでいいからさ、なんかメモにスクショ書いてスクショして、それを待ち受けとかにしてほしい。意識しないと忘れるから。でもね、1週間意識して生きていったらすごく変わるよ。自分の視野も変わるし、視点も変わるし、でもちろんそれをやっていく中で合わなかったらさ、ポイってすればいいじゃん。まあ中継も戻しちゃえばいいじゃん。そうやって切り替えることはできるので、ぜひ何かみんなにとってこの考え方いいなって思うものに出会ったら、それをぬんと逃がさない、逃さないようにして、自分の生活の中に一旦入れてみるっていうのを意識して過ごしてもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、ここも今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か撮って喋っていきますので、ちょ神々だぞ、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張りましょう。ほんじゃまたね、バイ。